あみなさん、ま、こんにちは、ズイコです。それでは今回なんですけども、PayPay ペイペイに Yahoo カードの登録方法を解説、3D 席を設定してチャージの上限額の引き上げも可能ということで、先日動画でもお伝えしたあの Yahoo カードがついに届いたので、Yahoo ーカードについての復習を簡単に行って、あとは届いてからの行う設定をサクッとお伝えしていこうと思います。まだ以前の動画を見られてない方は概要欄に貼ってます。それでは早速、 じゃんということで、いやー、やっと届きまして、というより結構届くのは早くてですね、動画にするタイミングを結構見失ってました。今回僕はヤフーカードの JCB ブランド、色はブラックにしました。まあ、結構渋めなブラックで、まあ、触り心地はサラサラとしてるので、あのビザプリペイドカードのキャッシュに似ている、ちょっとほんとサラサラしてる感じですね。うん、いい感じです。 念のため、ヤフーカードについての復習を簡単に行いたいと思うんですが、まず年会費は永年無料、還元率は1%還元で、還元されるのは T ポイント、あとは T ポイントと連携しているお店であれば、さらに T ポイントが貯まるということですね。 あとは、ヤフーショッピングだったら、毎日実質3%の還元も受けることができます。そして、今回の本題でもあるペイペイですね。このペイペイと連携して、ヤフーカードを使ってチャージをしたら、唯一、ペイペイの還元を受けることができるクレジットカードとなってます。それがヤフーカードということなんですけども、まあ一応還元率としたら、ペイペイの通常の1.5%還元、プラス、ヤフーカードの1%還元で、実質2.5%還元となります。で、ここからは、 Yahoo! カードが届いたら行う設定ということなんですけどもまず Yahoo! カードが届いた時の冊子の中に QR コードを読み込むところがあるのでそれを読み込みますそうすると僕の場合は T カード番号の変更案内というのが出たので ここの t カード番号を変更するをタップします。そうするとこのように t カード番号変更とポイント移動手続きが完了しましたというふうに出ます。次にここのカード会員サービスメニューに進むというところをタップします。そしたらヤフーカードのマイページみたいなものが出てくるのでこれで下にスクロールをしますとここに本人認証サービスが未登録ですというふうに出ます。まあ、いわゆる僕の動画でもお伝えしている 3D セキュアのことですね。まあ、簡単に言うと 3D セキュアというのはセキュリティを 高める設定という感じに覚えておくだけで,大丈夫で,すで、これをタップしたら、早速こちらの本人認証サービスの登録画面というのが表示がされます。で、ここで下に下がったら、パスワードの設定と Yahoo カード裏面にあるセキュリティコード3桁を入力する画面が出てくるので、これをまず入力してください。そしてうまく入力ができたら、ここの申し込むというところをタップしてください。これでご覧のように JSQ は 本人認証サービスの登録の申し込みが完了しましたという風うに出ます。で、これでこのヤフーカードに関する本人認証サービスの設定が完了となります。そしてそのままペイペイの方でヤフーカードを設定しようとしたんですが、まあちょっと多分タイミングが早かったみたいで、まぁ、あ、すぐにペイペイでヤフーカードの設定ができませんでした。なのでまあ僕は3、4時間ほど時間を置いて試したら、まあ設定ができたので、まあここからはペイペイとヤフーカードの連携方法をお伝えします。 で、まずこちらが PayPay ペペの画面ですね。これを開きまして、この下のマークをタップします。そうすると、ここにカードを追加というところが出てくるので、そこをタップします。で、カードをスキャンしたら、カード情報を入力と。そうすると、うまく入力ができて進むと、今出てるように、クレジットカードを追加しました。現在の利用上限額は5000円です。利用上限額を増額するには、本人認証 3D セキュアを設定してください。という風に出ますね。 早速、ここで利用助言額を増額するをタップします。まあ僕は結構利用頻度が高いので設定をしたいと思います。そしてこのように本人認証を設定すると出てくるので、これで設定するをタップします。するとここで本人認証の画面が出るので、ここで先ほどですね、ヤフーカードで設定したパスワードを打ち込んで、ここで送信をタップしてください。 これが完了したらご覧のように、クレジットカードの本人認証が確認されたため、利用上限金額を引き上げましたと表示がされるので、これで OK です。まあ、しっかりと PayPay ペペの画面に登録している Yahoo カードが出てきます。まあ、僕の Yahoo カード黒なんですけども、赤い Yahoo カードが出てますね。で、やり方としたら以上です。あとは Yahoo カードから PayPay ペペにチャージしてみたりしてみてください。まあそんなこんなで今回は Yahoo カードの設定、それから PayPay ペペと連携について簡単ではありましたが、お伝えさせていただきました。いやー今ほとんどの スマホ決済も、その会社、その決済会社独自の クレジットカードやプレペイドカードでしかこう対応してこなくなりつつあるのでまあ一応それを理由に僕は今回ヤフーカードを作りましたもちろんもっと早く作れよって思われるかもしれませんがまあ僕的にはタイミング的にまあちょうど良かったかなというふうに思います今後もペイペイとのお付き合いも長くなりそうな予感もするので今後も大事に使っていこうかなと思っています一応下の概要欄に以前のペイペイとヤフーカードのリンクやあとヤフーカードの公式のリンクなど貼っていますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてください 見てくださいということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。